そこでもなんかハンナムスタイルなんか妹出たらしいっす、ね、あー出たけど絶対著作権かかるやんこれ。あもうすごいタイミングっすよね。結構前の今なんで出るんだろう。韓国攻めてきてるんですかね。結構人気だからな。 BST BTS か BST にわか BST はやばいな。さすがにファンの人あそこら辺怖そうだからやばい。発言あったら絶対ピーとかした方がいいっす。殺されなきゃ怖くない。ダーナナナナナナえい、ま、いや俺歌ってみたら出そう。お前すごいなそれ。あまた出たタマカン。お前すごいな。確かに口癖になってるやばいわ。これさっき3回ぐらい言ってましたよ。すごいな言ったら俺罰金にしよう。ちょい。あ何やってんだ。これ通常業っすか。そう。おい高木はマジでもう学校最近行ってないの。行ってない。お前最後ぐらい行けよ。悔しいってなんだよ。ちょっと帽子もちょうだい。無理っす。お前ふざけんな。おい誰だよ。おいやばい抜きました。嘘でしょ。痛い。やめた。死んだ。はぁ、あ、はい死にそう。頑張ってください。あうわぁやばい。うわすごいすごい。今日元気出ない。どうしたんだよこれ。やばいだろそれは。わし体打ちしたのにやられてる。ペガサス戻ってきた。飯食います。今日のご飯は何。魚っす。うわお前日本人だな。誇り持ってる人。魚オンリー今。はい大変なんで買ってきてもらいます。どういうことだ。お母さんが仕事から帰ってくるから、うん、いや帰ることない。なんでだよ。お母さん帰ってくるだろ。ペガサスを捨てたりなんかそんなことなんかしないだろ。そこまで言う。いやだってね対照的なね TS がこのクランにはいるから。 TS のお母さんと話したいっすよね。いや話してみたいマジで。多分そしたら俺らが今いつも聞いてる倍以上の TS の愚痴が出てきそう。いやそのうちさ隣で喧嘩しそうだよな。隣で喧嘩とか絶対嫌だ。お母さんの声を VC に入れたくもない。私出ていくわ。コネンじゃないのそういう。私出ていくわみたいな。そんなんないっすよ。これめっちゃあったわ一時期。お母さんがお酒飲んでた時出ていくっつってで、うん、出て行って2時間ぐらいで帰ってくる。お母さん可愛いなそれは。その時の俺は分かんないじゃないですか。で俺お兄ちゃん嫌いだったんで死んでも嫌なんすよ。小さい頃から嫌いだったの。めちゃくちゃ嫌い。なんで嫌いになったの。いや兄弟は普通じゃないですか。嫌いじゃないですか。タモさんだって妹いますよね。妹いるけど別に嫌いではないな。多分俺が嫌われてたですよね。妹があの受験中 COD の先生嫌い。俺もお兄ちゃんが受験の時に騒ぎまくってましたからね。めっちゃ怒られた。バカ怒られた。受験前日にしかもでかい声出してたから。これはなかなかやばいな。あはなんだ一人犠牲。あ、いてこの家どこ。この家はこの家です。どこでしょう。取れる危ねえ。タモさん、突然なんですけど新メンバー募集しましょうよ。クソエクラン。これはいやつ。新メンバーはやりたまんじゃん。フーちゃんならねまだわかるけどね。この中にちょっと知らない人が入るのちょっと厳しいよ。大丈夫よ。みんな何の確証や。ちょっと俺に似たキャラをもう一人呼んでほしい。このやどう見てる。見てます。お前みたいな人が入ったら面白いかも。やかましくなるなそれは。俺そしたらホモかってぐらいそいつと、うん、後輩が欲しいのかっていうことは。ああそう後輩が欲しいだけじゃん。吉永さんもあれっすよ。加藤慎一に好かれてますからね。タモさんは。タモさんも。俺は接点ねえでよ。タモさんもいける。いや。何言ってるんですか。タモさん、うん、ニコ生ですよね昔。お前ニコ生の取る人は俺2,000-3,000人だぞ。2,000-3,000人を何だと思ってた。誰だよ。誰だよ。いける今のタモさんなら。だってニコ生何歳の時からやってました。18、19。じゃあ18からやったとして今タモさん26ですよね。8年間ですよ。8年間このインターネットで生きてるんすよ。まあ生きてるっちゃ生きてるな。おこがましくないってか。俺タモさんのアカウント見つけよう。出てきた。ハイグレタモ TO2 ハイグレでいいや。チーターふざけんなゴラハイグレでいいや。俺なんか恥ずかしいなそれは。暴言中でいいや。暴言中でいいやってタイトルでやってたからな。
俺確か一発目に出した動画あれにあれてその目はもう削除して幻の作品となってるもん。そうなんだ。ただ暴言吐き散らかしてる動画アップして、はいはい、めちゃくちゃ炎上した。暴言中でいいや、うん、ザコは全員俺の養分っていう。懐かしい。コールドオブデューティーブラックオプス今回の俺コールオブデューティーじゃなくてコールドオブデューティーって言ってんだよな。これコールド凍っちゃってんだよ。なんか凍ってんな。これ素で間違えてたからな俺ずっと COD やってたのに。無理しなくていいんですよとか言われてる。超絶煽らん。タモスタグ気持ち悪。ニコニコ時代のハイグレタモ本人様降臨 VC の人相手の精神を点殺すのです。キルレチューイコール情弱。相手の精神を殺すのです。いや分からない。だいぶ荒れてましたよ、ね、そのぐらいの年に。荒れてたな。この年だからこそできたよな。これは今これやったらもう大炎上だよな。さあこれ珍百景とか言ってんだけどタモさん。意味が分かんないこと言ってたからな。まあみんなねニコニコみたいな時代を得て今があるわけですよ。リョリョザイモンってニコニコからなんだよ。リョリョさんっていやそうだよ。めちゃくちゃニコニコで人気だったね COD の中だと。フォロワー43,000。えっタモさん2,000人。リョリョザイモン43,000人。格の違いを見せられた。目指したことありました。スタイル違ったからね俺は。これボドカちゃんってこれボドカさんですか。ボドカ炎天下っていう名前であるよ。でもやっぱりあれだな、タモさんもボドカさんもアントゥンコちゃんフォローしてる。あまあすごかったからね。他にもいろいろね面白い人いたんだよ昔は。俺じわるな。タモさんの昔の俺2本目がオカマでいいやっていう動画で俺さ1本目でめちゃくちゃさ暴言で叩かれたから2本目はもう優しいオカマでいくっていう。やば。暴言中でいいや、ハイグレでいいや、これ面白いな。俺も使おう。人妻との出会い。人妻と出会っちゃってんじゃん。コントローラーではなく股間を握りたい。何でもありだったからなタイトル。そう考えたらだいぶまあ YouTube 厳しいからな。落ち着きましたねタモさんも。だいぶ落ち着いたよ。そうだオカマでいいやこれ。こんにちは。気持ち悪い。これやばいわ。寿司子ですって言ってるやつ。の寿司太郎って名前でやってたからね。寿司太郎っていう名前の由来が海外でも受けるためっていうのが気持ち悪い。海外でも本当に海外でもやっていくつもりだったから。この中二のクソガキと対マンしたやつだったらこれで結構数字が取れたのかな。何なんほんま何やねんってきねえって言われてる。何試合からよテレスコアスいいんだろ。きついこれきつい。気持ち悪い。しかもタモさんのこのなんかさ、うん、このオカマでいいやのやつさ、うん、PS3 面は本当に民度が低いな。雑魚な割によく吠えるな。ゴミよっつって。面白すぎるだろ。8年前だよこれ。黒歴史やなってコメントありますけど、実際どうなんすかこれ今。黒歴史ですか。いやもうこれ黒歴史だろどう考えあこれさ寿司太郎じゃない。この時油揚げって名前だわ。俺何回も名前変えてるからさ。熟女シチューとかいう名前でもやってたからさ。油揚げゲーマー12。え、もうおかしい人だ。本当だ。しかもヘルストーム何も言わないし、うん、あ何も言わない頃だねこれは。パーは途中からだからな。めっちゃ面白いこれ。怖い。頭のおかしい人だ本当に。これが頭のおかしい時代か。なんだよ。もうこれはもうすごいからな。もうこの時はマジで脳みそ動いてないわ。ちょっと待って、めちゃくちゃ腹痛いんだけど。これ暴言中はやめたんだよな。買いぐれでいいやでちょっと落ち着こうと思ったんだけど結局落ち着けなくて結局暴言中になっちゃうっていう。この AW の時とかさ就活中だよこれ。旗取るなや。ドミネ知らんのけ。就活中でストレス溜まりまくってたから動画で全部発散してた時代だなこれは。FPS での出会いもありなんじゃないかな。ギフねえな。これもしかして出会った後ですか女性に。いやこれ出会う前かな。あれバトルフィールドやってません。バトルフィールドやってるよ。乱暴なゲームねえ。ハート音が言ってんだけどタモさん。ちょっと待って待って。えバトルフィールド、バトルフィールド、もっと強く踏んで。バトルフィールド、ハードライン。今回は怖い怖い。 BFH YouTube 登録者1万人突破おめでとうって書いてあるわ。でもなんかタイトルがあれっすね、今のと似てますね。今も昔も変わらずって感じっすね。なんかこうふにゃふにゃってつけてサブタイトルがねあるんだよね。
他にタモさん誰います？今の配信者とか実況者でこの人。ニコニコ？ボドカと、はい、吉永さんは？吉永ちゃんは YouTube 初だと思うよ。あの最初モンハンとかで。リョリョザイモンのがまだまともだな。リョリョザイモン多分今と変わんない。え、マジっすか？うん、変わんない変わんない。え、よく考えたら変わりまくってるな。今日はあと何するんすか？ちょっともう少しフォートナイトやろうよ。さすがに。もうすぐだ。